おかえり。おかえり。いたのって、ひどいな。いるよね。約束したし。会わないって言った？俺は了承してなかったけど。はあ、合鍵使ったよ。使ったっていいでしょ。彼氏なんだから。ねえ、朝帰り？ああ、そうだね。もう昼だね。俺、待ってたんだけど。昨日の夜から。君が帰ってくるのをずっと、ずっと、待ってたんだけど。どういうつもり？急に会わないって言ったり、朝帰りしたり。なんで黙ってんの？私は会わないって言ったから、約束破ったわけじゃない。へえ。じゃあ、誰といたの？ねえ。誰といたの？朝まで。飲み会だって言ってたよね。男？あいつだろ？前に俺が言ってたやつだろ。あいつは、君を好きなんじゃない。って。全然喋らないね。いつもは何でもよく喋るのに。あいつに好きだとでも言われた？朝までその男と自分のこと好きって言った男と、どこで何してたの？まただんまり。ねえ、何してたの？そいつとしたの？だから、俺と別れようって言うの？そうじゃないけど、ちょっと距離を置いた方がいいと思う？はぁ？距離を置く？何それ？俺と距離を置いて、どこ行くの？あいつのところ行くの？そんなの許さないから。それでもう一つ質問答えて。朝まで一緒にいたその男とセックスしたの？してない？最後まではしてない？何もしてないわけではないんだ。何したの？キスはした？したんだ。その先はどこまでしたんだよ。何？怖い？彼女からこんな話されて、笑って聞くやついないよ。嫌だ。俺は別れないから。だから、まだ君は、俺の彼女だよ。こうしてキスしていいのも。いや、俺も嫌だ。だからやめない。キスしていいのも、その先をしていいのも、俺だけだから。だから、確かめる。本当にその男としてないか。ちょっと待って。何を話すの？距離を置いて
それから別れようって話？そんな話なんてしないよ。いいから、おとなしくして。痛いことはしたくないから。ねえ、そいつにどこまでさせたの？キスと、その先は本当に最後まではしてないの？俺と？きちんと別れてから？何それ。キスして抱きしめといて、その男がヘタレなだけだろ。そんなことないって。へえ、かばうんだ。俺じゃない別の男の方をかばうんだ。それにしようとはしたってことでしょ。キスしてそういう流れにはなったけど、途中でやめたんだ。でもそれってしてもいいって思ってたってことだよね。俺以外の男とセックスしたいって思ったってことだよね。ねえ、答えてよ。俺と別れてその男と付き合うの？許さない。君が俺以外の男のものになるなんて。最近の君は少し変だなって思ってたけど、気づかないふりした。なんでって、そんなの別れたくないから決まってるよね。でもそれは間違いだった。目をそらしたらダメだよね。好きな人のことはちゃんと見てないと。それに君の性格もよくわかってる。優柔不断で流されやすい。だからなかなか言い出せなかったんでしょ。当たりでしょ。それできっかけが欲しくて、あいつとそういう関係になろうと思ってたんだろ。でも君は育児なしだから、キスはできたけどその先はできなかった。そうして帰ってきてまた俺に流されるんだろう。だから俺が別れるって言うまで君はずっと俺のものだよ。君のそういうところも俺は大好き。好きだよ。好きだよ。ねえ、俺には君しかいないから、どうしたら俺のものでずっといてくれる？まただんまり何するか。ベッドで彼氏に押し倒されてすることなんて一つでしょ。またいや、そういうこと言ったらダメだよ。まず本当に昨夜何もなかったか確かめないといけないからね。ちゃんと確かめないと。そうだ、つけないでしょ。妊娠したら君は別れられないよね。それでも別れるなんてできないもんね。結婚するしかなくなる、俺たち。それがいい。そしたら別れずにずっと一緒にいられるもんね。何回も何回も何回も妊娠する。そばに。